若水都市伝説。うーん、もうヤッホーって感じだよ、うん、もうどん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 ね、うん、知れ渡ってきてると。まあね、僕たちの名がってこと。そう、ああそういうこと。ありがたいよ、うん、ありがたい、ありがたいね。まあ、ということで今回は、はい、世界のめちゃめちゃ有名な都市伝説ちょっと2つぐらい触れていこうかなと。なるほど、世界に思いますので、今から始まりますんで、はい、はい、うん、その前にチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、うん、それでは早速今回のおかすい都市伝説に参りましょう。ベロリンティア。スレンダーマン。スレンダーマンなんですけど、うんうん、これアメリカの都市伝説に登場する不気味な存在で、まあ確認やけどね、うん、みんな知ってると思うけど、背がめちゃくちゃ高くて、うん、手足が異常に長くてガリガリで、うん、でなんか顔がないみたいなことも言われてたりしますね、うんうんうん、でその背中から触手が生えてるとか、うん、なんか瞬間移動の能力があるとかも言われてます、うん、スレンダーウォーキングっていうらしい。ウォーキングの。あ、そうなんだ。名前は瞬間移動のことを、ね、必殺技みたいな、スレンダーマンの姿を直接見た者は死ぬとかっていう噂もささやかれてます。うん、うん、でそのスレンダーマンの姿っていうのは、うん、これ紀元前9000年まで遡る。すごいね。そんなにいくんだ。その時点ですでに確認されてたらしくて、うん、そう、そのブラジルの洞窟の壁画にもスレンダーマンで描かれてるらしい、うん、そうなんだ。紀元前でしょ、スーツつってなかった。だからその時代によってその姿を変えてるのか、ミニバトのものを変えてんのかな、もしかしたら。歴史家たちはこのキャラクターが何を表してるのか不明としてたんですが、まあこれスレンダーマンじゃないかと、オカルト好きからするとね。俺小さい頃お母さんにそんなことしてるとスレンダーマン来るよってよく脅されてたの。珍しい。だから今こうやって大人になってさ、なんで母さんスレンダーマンだったんだろうって。いや本当にね、もっと口先女が出るとかでいいじゃん。ただもしかしたら俺のお母さんアメリカの人なのかもしれない。何話やねんそれ。まあその線はあるよ。ないない、その線あるよ。エグアジア人や、俺見たことあるけど。見たことあるやん俺は、タージャイの母ちゃんは、うん、ちゃんとアジア人やでしょ。だからこそ俺は怖がってるわけ。もちろん怖がね。鬼とか何でもいいじゃん、和風な、うんうん、でもファットマンの家ではスレンダーマンが出てくるっていうの。そうだから本当ファットマンじゃないやろお前。いじられとんねん。え、今いじられてたの。いじられてたよ。おい、それはねえだろお前。すげえやろお前。ごめんなさい。ごめんなさいって何やん。お互いが死につつある、もう殺し合うなよ。ごめんなさい、全然いいねん、うん、子供の頃みたいな感じだった。なるほどね。で、2014年の5月31日、うん、アメリカでめちゃくちゃ衝撃的な事件が起きたんですけど、うん、ウィスコンシン州の森で一人の少女が19箇所めった刺しに刺されて、うん、で、瀕死の状態で発見されたんだ。うわ。で、その少女は幸いにも一命取り留めた。おら。で、その数時間後に逮捕されたのが被害者の同級生2人。で、どっちもわずか12歳なの。うわ。で、もうこの残酷なこの犯行はもうアメリカ中震え上がったんやけど、その少女たち、犯人の少女たちが口にしたのがスレンダーマンっていうワードやったんやって。なんで。で、そのは、その少女たち曰くスレンダーマンに心を操られてたと言ってたみたいな。なんかいい例悪い例いるけどさ、うん、そうやって明確に危害を加えるようなやつはもうマジで大掃除してやりたいよ俺は。そうだね。急に何どうしたの。男気だよね。ちっちゃい子が犠牲になるっていうのは本当に嫌なんだ。ああ、大掃除してやるよ。だから本当に俺たちがスイーパーズだってことみんな忘れてねえか。うん、なるほど。スレンダーマンって敵を倒そうよ俺たちでさ、うん、そうね、うん、いける。そんなその実在するかも正直わからない。なんか一応都市伝説やろ。いけるじゃないだろ。行くんだよ。ギリギリやな。珍しいのオレンジと水色が引っ張るその世界を。お前さ帰ってくれる。じゃあ乱すなよ。前にこの二人はちょっと確かに違和感ある、うん、こういう時に引っ張るとか立ち上がるのはまあ赤だよ、うん、そうだね。どう戦うのよ。そう対策あんの。スレンダーウォークあんねんで向こうタッパがあるから多分膝じゃない。ああ、なるほど。分かんないけど、ね、膝から膝をかかとでガンってやっちゃえば折れちゃうから、うん、でその動けなかったとこには俺はもうガトリングビー玉打ちまくるから。何やねんそれ。とめちゃくちゃチープやろ。だって全然違うよね、うん、で 人型のやつのお腹の中にビー玉をセットできるやつを作って、うん、ビー玉、ビー玉さ、うん、何なんもう膝頼むね。俺は右足、ビー玉は左足。ビー玉言ってんの。
お得意のスレンダーホークやってみろっていうな、膝ぐちゃぐちゃにしてな。そうだよ、コンバットフェニックスの力見してやる。また変なの出てきた。コンバットフェニックス新しいの出てきたって。何コンバットフェニックス、こういうセリフ好きだよな。次俺たちが倒す敵は何なの？次の紹介してそのまま行く。対戦相手を待つ。そうか、2つって言っちゃったからな。ラ・ヨローナ。このラ・ヨローナの都市伝説っていうのはメキシコに伝わるものです。メキシコね、うん、でこの嘆き悲しむ女の幽霊として多くの人に知られてるんですけど、うん、このラ・ヨローナという女性にはその悲しい過去がある。ラ・ヨローナのエピソードとしては、うん、メキシコの貧しい村にマリアっていう美しい女性だったらしいですね、うんうんうん、である日大金持ちの貴族の御曹司がマリアに一目惚れをしてしまったと、うん、でマリアも次第に彼に惹かれていって、うん、でも喜んで御曹司のことを受け入れた。ただその御曹司の父親は貧乏な家庭の娘と結婚したこと、めちゃくちゃ失望してたと。で、二人はそんな父親から離れるために村に家を建てることを決めたんですね。で、これで幸せの日々が訪れるかと思ったんですが、夫、その御曹司ですね、実家に帰りっぱなしのことが増えて家に帰ってくることが少なくなりました。で、ここでマリアはもう愛されてないと気づいちゃったんですね、うん、でもそれでも彼女は子供、家族と仲睦まししく暮らしていました。そこから数年の時が経って子供たちを連れて川の沢を歩いていると見覚えのある馬車を見かけるんですね、うん、でそこの馬車の中にはかつての夫と若い女性2人で乗ってるのを見かけたと。それを見たマリアは愛してるはずの子供を川に投げ捨てて溺れさせてしまったと。ただ人の怒りは長くは続かず、溺れていた子供を浮かんできた時に自分がしでかしたことの重大さに気づいたんですね。そこで初めてで耐えられなくなった彼女は川に身を投げ自分も自殺したと。で彼女の魂は永遠にその川で泣きながら子供たちを探しているというお話なんです。このラ・ヨローナに会ってしまったらっていうのがあるんですけど、彼女にまず遭遇する前に泣き声が聞こえてきます。で泣き声が聞こえてきた場合は川の反対方向に走って逃げないといけない。でそうしないと不幸が訪れちゃいますよと。で最悪の場合死が待っているらしいです。でその見つけた人間が子供だった場合もう自分の子供だと勘違いして溺死させようとする。だから子供の場合は余計気をつけなあかん、っていうのがラ・ヨローナの、まあ、噂ですね。実は俺映画を見たんです、ラ・ヨローナ。おーおー、見に行ったけど、はい、めちゃくちゃ怖かったね。けどあの映画見たからもう俺対策バッチリよ、ビーダマ。早いな、戦うまで。戦うまで。たださ、これ本当笑い話はここまでだよ。本当だよ、笑えないよ。うわ、やっぱ怒ってるらしい、やっぱこうちっちゃい子供がね、ちょっと犠牲になるのがやっぱり嫌なんだろう、ね、俺がね、多分ビーダマとかは多分分かってるけど、多分俺はラ・ヨローナが本当に敵だとは思わないね。同意見だ。うん、詳しく聞かせて。でも倒すって言ってたからね。そうなってしまったのは、じゃあなんでですかと。だって幸せな家族を産んでさ、子供っていうのは愛の形なわけだよ、うん、ハートってさ、一つじゃ完成しないんだよね。うん、どうしたらハートって完成するか分かる？分かる？分かんないだろ。2個あると完成する。そう。わかる。いや、これでいい。これが、なんで2つの子供なんだよ。これが子供なの。わ、うん、かるお前には。わかんないですね。はっきり言って。わかる。だから、わかってねえわ、こいつ。もう一回ちゃんと聞いとけよ。ね、ハートって、ね、片方じゃ完成しますか？しないよね、そこまでは分かったろ。手で分けたら、ね、うん、手でやる。でも、片方、もう片方こうやってくっつけると、うん、完成すんのよ。これが子供なの。これがお前に分かるかっつってんだよ。聞いてるよ、これ大丈夫かっちゃい。いいの。だから、これはなんか一つじゃ作れないわけでしょ。じゃあこれで2個重なって完成なの、ハートは。それがお前には分かってんのかっつってんだよ。あ、これは知ってた。え？あ、いいんだ。知ってた。あ、いいんだ。じゃあ何もう受け入れもうないよ、じゃあ。ビーさん、俺のことあんまり、汚いと思ってるから。気持ちよ。すごいね。潔よ。どうやって倒すかだよね、うん、本蔵師をね、うん、俺は倒す方法っていうのを、うん、そっちだと思うよ、俺は。あ、本蔵師の方を倒した方がいいんだ。別に霊として今いないわけじゃないじゃん。だからでしょ、それが、そいつ旦那さんが悪いからね、だって本当の闇はそうだからね、うん、どう倒すの、うん、だから、うん、本蔵師がラ・ヨローナのような霊になってないってことは、うん、ある程度幸せな人生を送ったと思うんだよ、うん、まあ本人はそうだよね。それって許せる？全然。すごい悲しかったと思うんだよ、ラ・ヨローナって、うん、天国にいるわけだよ、多分幸せな顔してね。地獄に引きずり落としてやろうよ。自分がした過ちをな、分からせてやんねえと。具体的な案が1個も出てないの、倒す。だから具体案が1個も出てない。爆弾作ってくるわ。お前終わりやん。爆弾爆弾作ってやるよ。力技にも爆弾で？おう、ラ・ヨローナを爆弾作ってくれる。じゃあ俺はこうやっていっぱいこうやって戦って、めちゃくちゃやんけ、倒すわ。最後の最後やの。弱いやつの戦い方だ、こいつら。じゃあ行こうか。行くか。
終わりですもうこんなの、うん、怒りはね増幅するだけだよ喋ってて、うん、終われよもう一回始めようとしてたね、うん、フライビー玉に言われた気分じゃない、から終われよ、うん、終わるよ、ね、以上おかずり都市伝説でしたベロリンチョ。オカルトスイーパーズは視聴者の皆様からの怪談を募集しています。ツイッターの DM または概要欄に記載してあるメールアドレスに送ってください。ツイッターとインスタのフォローもお願いします。チャンネル登録高評価もお頼み申す。それでは明日もベロリンチョ。